なので、あのー、これからフィーグミンやります。えっ、ー、と、こんばんは、お弁当さん。こんばんは、オムライスかわいい。ありがとう、ありがとう。眠いた、眠ねむなうそんなあなたにペッペカペ、ぺっぺかぺーじゃーん。チョコレートマフィンです。くんくん、いい匂い。えっ、ー、と、ただいまおいたん、おかえりちてみた。ありがとう、おかえり。えー、パチ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 、ありがとうございます。 今日はゲーム日和だったのうんーと撮影して朝から撮影してなんかいろいろしてでえっ、ー、とーまあ夕方夕方夜ゲーム撮った <laughs> 夕方夜ゲーム撮った今日クリアしたのかじゃあ動画あと3ヶ月から今は今だって パート4編集中なんですよ。まだまだですね。え、ね、っと、届いたーよかった今、んな、葵ちんもあんなシャツ持ってないのに。エンディング後、よ天才ゲームありがとう、ありがとうありがとうありがとうございます <laughs> いや、あのー、でもちょっと葵いゃん、その、まあ、リトルナイトメア2に関して、あのー、ちょっと一個、葵いゃんのせいじゃないんですけど、バグのせいで、盛大なやらかしが一個あって、 まあ後に出しますけどそうちょっとなんかまあなんか貴重な貴重な回になりました、えー、パチパチパチはあこっから編集という長い道具だでもまあ前ほど字幕を入れなくなったのでそこまでなんだけどやっぱちょっとねなんか「リトルナイトメア2の方が結構難しいというか頭を使ったりするのが多くて結構時間かかってるんですよ。 時間かかったり失敗したりが多いからそこ切るのがめんどくさい <laughs> ちゃんと部屋暗くしてヘッドホンでやりましたえってか部屋はリトルナイトメアやるときはいつも部屋暗くしてますおいたんうんなんかわかんないけどそう、部屋暗くしてやってますでヘッドホンじゃなくていつもイヤホンでやってるんですよ、おいたん。あんマイク目の前にあってイヤホンでしてるんでえーとかえーと いいかおめでとうって言われた瞬間にとああごめんねーおめでとう <laughs> ご注文はソーセージイックマフィンでよろしいですかあーソーセージイックマフィンおいしそうだねハッピーセットだね持ってないのかごめんてごめんていやいいんだよいいんだよまあそんなこんなでまあ,あのリトルナイトメアの話もしたいんですけどえちょっととりあえずチョコレートマフィン食べてもいい <laughs> あのー こちら昨日ね、見せたんですけど、あのコストコで、なんかママタンの、あのーまあ、ママタンがお友達に買ってきてもらったんですね。どうするどっから食べる真ん中真ん中から食べるどう大きいくないすごいよね。これ、すごいよね。マフィン、ビッグサイズだよ、これ。ビッグサイズ。ちなみに今、何割ぐらいなの ?2 割程度と予想。えー パート3の時点で,でパート3の時点だったらんー2割ぐらいかもしれない三 <laughs> 割はいってないから、そう、えーと、多比率高めそう、そうなのまああのね、あえてねあのこうすると死ぬよっていうお手本を見せているのもありますけどねオムライスありがとうパリソウジちゃんあー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 ああいら率もえ高め、いら率は いら率は高いよあのー、いじめっ子のところあの子供の子供のとこはいら率高め半分ください半分あげないよずるい <laughs> 食べよこんばんはミントカさんこんばんはおかえりええーあお <laughs> いたんから食べるうんうん？うちの地下牢獄にも一つあそうだ今日地下だった頑張って はいじゃあいただきますあっうん真ん中から食った <laughs> うんおいしいおいしいうーんおいしいうーんと

もっとコストコみんな行ったとき買ってきてよこれ <laughs> 青い田の顔の大きさと一緒じゃんどーんこんなちっちゃくないな <laughs> 青い田いつも何か食べてないそうなんか気づいたらなんか気づいたらなんか食べてるよねだもっと難易度下げてパズルゲームっぽい方が良かったよねなんかうんなんかうんエンディングもそうなんかエンディングはなんかねなかなかなんか なんか難しいっていうかなんかねそうなのなんかちょっとまあなんかあのー、やっぱ前作のがやりやすさはあったかもね、えー、食べ方 <laughs> あん食べてるこんばんは来た瞬間にメスとろされた「おかえり月澤さん食べな食べな食べな」んと時期子供時期 きたこういうのだな顔と同じくらいだねガブリガブリみんな食べてうんうんうまありがとうかみだいもんうまでもあおちゃんさっきもう今ちょっと冷めちゃったけどこれ配信する前にちょっと焼いてきたんですよトースターでトースターオーブンでだからチョコレートがちょっと溶けてるうんうんだ 幸せなんかをしてたら食べてるときが幸せだ。よしこっからウエハース追加。ウエハースは朝なんかウエハースって開いた。朝ごはんで食べちゃうんだよね。なんでだろう。明日は仕返しに会う。人の配信見ながら道明寺食べるんだえ。その写真を送ってくれるの？仕返しとはハク様の顔もくれるんだよね。ホイップクリームをつけながったらうわー。 最高だーデブー <laughs> いぶやおいた挨拶だけでかまたのありがとうーおりーさんまたねーこれかを剥がそうなんかチョコとブルーベリーがあってとりあえずチョコにしました蒸しパン食べたい蒸しパンいいね蒸しパンも好きだよチョコマフィーさチョコマフィー えー、あの吸い込む亡霊はあれはえっ、ー、とー多分次の次の動画ぐらいで説明してますね <laughs> <laughs> あのー、あれはファントムって言うんですけどあれに関してはあの,のおい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 鬼滅の刃好きですおかえりおけちゃんこんばんはあなんかサワサワしてるサワサワしてる身とかあーうまいなーほらいやー うん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 なのうんうんうんまあこれ食べながらねあでも汚れちゃうからやめようあのー、これをキめトナイばの塗り絵蝶をあおいた先日買ったじゃないですかこれの 中身を見てないなと思って配信で中身見ようと思ったんだけど今手汚れちゃってるからあの次回にしまーすう <laughs> んーとちょっと焼いてきた天才かー天才ジーニアンス呼びたまえファントムまさに亡霊やん <laughs> ファントムって言うんですけどそうそれはもういもおいおい、えー、ちょっとバターのせたいうわーんなカロリーが高いやつを浮かぶね おいさんこんばんは、こんばんは、はるパさん。やればかわいい。どうぞ。今、チョコレートマフィンでございます。えっ、ー、と、ハロー、あ、ポーズ、ハロー、こんばんは、おかえり。手が汚れた。大事だから、大事。うーん、なんかでも、こんだけでかいとさ、結構一個で満足感だよね。うーんと、次回、次回にします。 あ鬼滅だいたい読み終わった最終巻の途中だけど最後まで読むものなんでなんで最後まで読まないの読んでよ最後まで。なんでなんで読んで読んでえ最後まで読んで鬼滅な。なんか、鬼滅のなんかあのー、話をあいたらなんかしようと思ったのなんだっけなんかみんなに何なかしようと思って忘れてた。

うん,うまいんジューズ回線出したら15巻がまだニュうジューズ回線読んでるのいやさぁ、ジューズ回線は読もう読もう思って読めてないから読みますね。ねでもあれもなんかさ誰か死んだりするんでしょ、ジューズ回線。やばいあと4つしかないにゃということで、んんちょうどだ。えー、こちら キメトのエディフォルメシールウエハーその3残り4つになりましたーえー、残り4つ青いたんは推しが出てないんですよちょっとかなおとあとかなおと葵のやつがあってで、ね、その2枚出たら葵いたんはもう何も文句は言わないうんでもこの4枚のうち出る気がしない頑張ろうということでじゃあこれにしまーす えーと丸いンになる丸丸。コストコってことはそれは何個単位で売ってるのなんか6個なんかパックで6個で入ってたよ昨日カロリーにカロリーを乗せばカロリーゼローゼロカロリーでマフィンに穴開けたらゼロカロリー食べきれないでしょ食べきれるもん全部食べるよえば、ー、わスコストコもそう 今食べてるところ <laughs> めっちゃめっちゃダメ <laughs> おかえりバトるくん4つ全部4つ全部ダメあと4つで煉獄さんコンプは厳しいかもういいよ煉獄さん極み出たし <laughs> ウイハーするお菓子の家をいやーねいつもさーそう次回は作ろうって思うのにさー食べちゃうんだよ誰かがえー葵そう葵あの神崎葵っていうキャラクターがいるんですよ えー、持ってらおいたんらやってくれる任しとけーうーんうーんそうだなあとはねそうね煉獄さんがいっぱい出そうだねなんか <laughs> えっとニャニャニャお姉さん前髪短いよこんばんはートもさんおかえりーそうなんか変なんの今日前髪マフィンあと4つなの ?2 つぐらい彼氏 入れとく <laughs> 違う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 えでも聞いてよなんかこのマフィンだからチョコのマフィンが1パック6個だもんねで6個とあとブルーベリーのマフィンが6個だったから計12個あったのでも今日あおいちゃんがなんか撮影とかもろもろして帰ってきて今の時間にはもう6個しかないの誰かが6個食べたのよもう昨日から今日の間に。 怖いうちほんとに断面大丈夫青いちゃんだから大丈夫あウイハウスかそうウイハウスです <laughs> こんばんちゃんあこ駒さんこんばんはーおかえりかわいいねひよこ煉獄さん煉獄さんねめっちゃいるんですよ12344人4人1234人,1 2 3 4, 人4人か5人か4人だえっ、ー、と どかなあええー、煉獄ごんったりいや最近食いすぎじゃねうん食べてるなんかそろそろちょっと我慢できないぽっちゃりだなって思ったら言ってもらって <laughs> えー、4枚目の隠しうわっえ四、ー、4枚目うわそれは絶望だわえっ、ー、嘘ええー、かわいそ隠しじゃねまだゲンヤのが<笑>,笑ってるすいません食べまいあまつるくんですか ちょっと吐き出しなさい。来たねえ <laughs>、えー。ええ、六個一日で食べれる。いや、どう、なんか夜中に母親が一個食べたら見たけど。それ以降誰食べたよ。ええー、お仕事来た。一時離席。またねー。た <laughs> えパパタンだパパタンかな、にやんかな。 くくんくんこちらチョコレートんココアクリームウェハースでーすくんくんブルーベリーはベーグルがやベーグルベーグルはヘルシーだね8分の4が書くし愛されてるね <laughs> 愛されてるねもう2分の1やえっ、ー、とえー、あっありがとうありがとうカントえっ、ー、とあっ俺も食ったうなげえ吐き出しなさい吐 <laughs> き出しなさい えー、ポッチャすべて受け入れます <laughs> いやでもポッチャはポッチャで需要があると思うんだよねあのー、もうね解散しちゃいましたけどあの前チャビネスっていうポッチャリアイドルグループさんがいたんですよで、あのー、ポッチャリを売りにしてるアイドルさんだったんですけど、まあ、やっぱりなんかそれを愛しているファンの方々がいっぱいいたのでそ大丈夫。 とりあえず画面越しは今んとこ大丈夫よ。OK!OK! ーーーーじゃあ OK! ーー <laughs> えーっと、隠しのコスプレするしか。隠しのコスプレ、ほぼ、ほぼ目だけ出せばいいじゃんね。簡単だね。隠し愛、隠しラブみたい。えっと、ぼっちすぎてあ、ぽっちか。 っちすぎて立てなくなったらストップかけそれはもう病気それは病気ですよしということで、えー、ウエハースこちらシールがね入っているので、えー、シールを一緒に見ていきたいと思います、えー、皆さんに先にお見せしますので、えー、ネタバレをしないように、えー、名前とかはねなんかキャラクターのことが分かる表現は避けていただき、えー、おーとかうわマフィン食べてそうとか チョコレートが似合うとかそんなコメントをお願いしますということでいきますよ321じンんチョコレートディスコチョコレートディスコいかがですか赤いスイートビーはい えーんえーてててててうんどこだーチャビでそんなにぽっちゃりではない気がするまあねそうぽなんかぽっちゃり全然ぽっちゃりの部類じゃないじゃんって人と確かにぽっちゃりだなって部類の人とね分かれてたちょっとえーと なんかなー、えー、でででで,でー、いわゆるデブ戦。まあでも、でもファンの方も大きい方多かったよ。ぽっちゃりコンセプトは無理しさ、問題はずき。おいなんでだよ愛せよポッチャリ、ぽっちゃりキャビのメンバー今逆に痩せてるよ。うん、多分ね、わかんない。あんたはシマリカさんしかフォローしてないから、あれだけど、シマリカさんはそんな変わってないけど、なんか、結構他の人ね、なんか痩せてるよね。えーと、言葉絞るあゆうえおだけで反応とか、難しい ぽっちゃり目線からしたら葵いたんなどまだまだスタート地点にも。親 <laughs> 方<お館> <laughs> ぽっちゃりじゃないけどね、レッたお前らどチョコ食べそうね、うそ。いいな。うわ、ぎっそりしてる、ぞ。いいやつ出たー。え、いいやつ笑ってる。えー、コマはいたん、コマのうち、おかえりーえと、ー、これ、前のと違うよねえ。え、かぶりか、かぶりきたわ えぇかぶりかねぇシンプルなマーヒンが好きそうえぇ、ー、どういうことどういうキャラえ前出たキャラ誰だ誰だ誰だ誰出ちゃえ出ちゃうキャラえのねずこは出たしなんか女じゃなさそうだなえだ、ー、ゃ同じえ同じえ同じは七と同じは七と。 見たような見てないようなええー、えー、マフィン食べるうーんうんねーグルップがうまい <laughs> う,ーんうんんかぶってもいいんじゃないまあいいけどね1枚ぐらい今一番ホットな うずいさんだあれでもなんかうずいいやわかった煉獄さんだええー、アニメに出てますうわ煉獄だだってだってなんか予言通りとか言ってたもんええー、といや、しん学校の先生だなんか面白いアバターだおかえりええー、おかえりをおいてありがとうゆっぴーさんこんばんはーえー、スーパーサイヤ人ういません見てなかったちょっと見てじゃ見て 裏側見せる、えー、うんなぜ知り合った日から半年すぎてもあなたってはい手も握らないえっ、ー、とすごく大きくておいしそうなマフィンそうなのそうなんですよなんかコストコのマフィンうん2年後には彦摩呂を超えるグルメレポーターにレックタンが 応援する、あおいたんが。<laughs> ええー、七頭最中いや、七頭。七頭はね、別に増やしてもいいんですけどね。いや、多分似てるカードだけ、多分、え、似てるだけ。配信もぐもぐ、ツイッターももぐも、常にモグモグ、この先はここじよ。もうジムでも行くしかないな。ああ、残念だわ、じゃんねん。裏側が半分切れてる。ひどういうこと、怖い。ひどういうこと。うん。 手握っていいいならいくらくでも握るわいやーね前はね握手とかできたけどねちょっと今普通にご時世的にも握手とか無理だしねえ作った子が言うにはウイルスらしいそれあーそれかなんかマフィンみたいだなこれか <laughs> あーウイルスかコロナってこと頭がいいこのご時世に頭がいいスイートピーちょっとカラオケオフ会で松田聖子さんしようよーしでは行きましょう うん多分煉獄さんだけど煉獄さんは置いたら2枚あるんですよなんか普通のやつと極みレアとあって多分残り2種類あるはずなんです出てないのが、えー、画面から出たあそういうことね裏側ね早見ろ見ましょういきます321シャキーンえ 出てないあ、あれこれ出てないよねあ、これ出てないえこれ出てないと思うあれこれ出てないスーパーレアだもん星三。つあ、これ出てないと思うあちゃ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 ちちゃちえまさかの煉獄さんコンプできる説かあれれれれえちょっとちょっとちょっとえっと、煉獄さんはまずこれえー、レアただのレア煉獄さんと ああと、れ、どこいたこれですこれ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 極みレア極みレア煉獄さんえめっちゃでもめっちゃ似てるねなんかなんかめっちゃ似てるね似てるー似てるよーこれスーパーレア煉獄さんでーすやったかぶりじゃないよかったーえっ、ー、とジじゃ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 あおいたの予想が当たったらマフィンかえ おかしくないあらららららそんなにそんなに明日も煉獄さん煉獄さんあと1種類あるよ出たーすげえかぶったかぶってない星さんのやつうまいうまいマフィン食べてるからお出てないよね出てないえー、こちら柱の実力煉獄強次郎気殺隊を支える柱の一人で縁柱と呼ばれる炎の呼吸の使い手まあ裏側はんか全部同じようなこと書いてあるんだな ワイのが出現でした。いいんですよ、わい。ありがとう、わい。おー、炎を出すとこな。おめでとう、ありがとう出てないやつが、やったな、やったねほおほおこりゃいいぞ、いい波乗ってきた。コンプ。ね、でも別に、うん、まあ、いいか、まあ、いいか。いいね、あおいたん、これから煉獄さんに教えしません。しません。悲しくてしょうがない。もう、おし、おしが映像に出てこないんだよ、ほとんど。おめでとう、ありがとう。おめでとう、パチパチ。ありがとう、ひろたん、パチパチ。 やっぱり来てたのね出たねやばいあと3つなのにカナオ出てないんだけどカナオはねええー、と頭スーパーサイヤ人と一緒じゃんこうほうほうドラゴンボールは見てないので <laughs> 7等でくださいダメですなんでこんなに似てるよねなんかなんか,なんか似てるなんか似てるなんかその普通のはまあ光ってないっていうのもあるけどまあ違いがね まあまあまあ間違いがね<笑><笑>えー、反応分かったでしょ <laughs> いや分かったけど似てるほぼ一緒やんこれまあまあまあでもよかった嬉しいハッピーえーと「スーパーサイトスーパーサイヤ人2」みたいな <laughs>、うん、ちょっと似てるけどあいたんよく分かったないやみんなのリアクションがまだ映画公開中そう そうしかもそう特典追加あるんですよ、なんか「鬼滅の刃」の無限列車編あるじゃん、みんな、映画。あれが、まあ、その、ブルーレイとか出るんですけど、発売するんですけど、なんかもう、本当にいろんな方に見ていただいたっていう、まあ、感謝じゃないですけど、なんかお礼ってことで、また、なんか、来場者特典を出すんですよ、3月、4月。そうなんかシールと なんかシールとカードみたいな、なんか,なんかそんな感じだったよね。えっ、ー、と、円柱、丸、地上からただいまおめでとう、ありがとう、ありがとうなんかねー、煉獄さんだけどねー、かぶってない煉獄さんでした。うん、スーパーレイヤー。そうなのあおたんももう一回見るのいやー、もういいかなーうーん、ちょっとそんなに、そんなに、かなを一瞬しか映って,てないしね。うーん、もういいかなーうん。 <laughs> 映画何回見るやんもうあいタたんはやめときますうんちょっとあのー、他で他で推しに使いたいねうんえー、とっと来場者特典えげつないいやーえぐいよねまあでもまあでもそれだけねいろんな人が見に行ってるし見に行ってつまんなかったじゃなくて見に行ってやっぱ感動したっていう感想だからいいんですよねもう一回見に行こうかなまあでもあのー、単純に多分感動して なんか涙を流したいという方におすすめかもしれないです。あいたん泣いてないけど。<laughs> a 6イラストカードと、あとなんかシールみたいな。そうだね。なんかラインスタンプみたいなシールだったうん。だそうでございます。よーしよーしいい感じだわー。よーしはい。えー、ということで、えー、っとねー。 なんかねいっぱいなんかみんなにね聞きたいことがいっぱいあったんだけどね忘れちゃった <laughs> そろそろさツイッターのアイコンを変えようと思うんだけどツイッターのアイコンを変えようと思うんだけどポーズがね今悩んでるのが2つあるの1個はこれなの1個はこれでもう1個はこれなの <laughs> お前さ <laughs> あのこれこれとこれどっちがいいと思う <laughs> 見なきゃわかんないよって感じ <laughs> えっとじゃあ次はかなヲしてかなは後半なんだよねそう活躍するのやえばかわいおやすみなさいありがとういさんおやすみ LINE スタンプ風シート A6 イラストカード2枚セットそうそうそう後半がそう LINE スタンプ風シールはいらないけどそういらないとかたいだけど後半の もうイラストカードはマキナな映画見るならあの頃のなんかあの頃ってやつなんか誰かも見たしてたななんかアイコン変えるのかいやなんかアイコンあれ今のレイブ塾の時のアイコンなんですよそうなんであの <laughs> 地域の子のビジュアルの写真に変えようかなと思って。 グヌヌヌグヌヌヌツイッターのアイコンがついに水着になりませんなりませんわかんないけどさツイッターのアイコンってさやっぱ顔がアップの方がいいんですかだよねきっとなんか悩むんですよいつもなんかツイッターとかインスタとかアイコンどうしようと思ってでなんかやっぱ顔が上半身とか全身とかよりも顔が割とアップな方がいいのかね にゃえっ、ー、とえー、ででで走ってるやつでんーアウトー聞きたいこと返事はイエスです <laughs> これダメだ <laughs> 上半身だけ上半身えどうそうそうそうだって感じえっ、ー、とお前だだなお前だーお前だいいけどなーテーペロいいなテーペローテーペローこれ 煉獄さんの極みレアみたいなアイコンでいいんじゃないちょっとキラキラさせとくじゃん指差しは正面からでは分からない <laughs> まあそうね <laughs> 水着にしようぜ水着の写真は一番おもろいあえて太もものアップでどうですか <laughs> でなんかさ規制に引っかかったりせんでパズる可能性が上がる。 何が水水着着だだととですか何何水着だと何うどんすすってるところでいいんじゃないまあそれでもいいかなそうあのー、そうすっかり忘れててそう固定ツイートにその先日のね丸亀製麺でうどんを食べたあのクイップリグランプリの応募動画にしたんですよであの固定ツイーをねまだ見てない人は見といてくださいうんと顔アップの方が誰なのかわかりやすいあーそれはあるねあーそれはあるわうん え〇〇のアップ何〇〇小さくなっても見やすいのがいいよねあーなるほどねだからいつも結構アイコンとかってすごい悩むそうそろそろ変えると思うでもまあ上半身は画像つぶれそうなんか結構しかもそうなのなんか Twitter のアイコンってアイコンに設定するとめちゃくちゃ画質悪くなるんですよなんか荒くなるんですよ えーと水着初公開がツイッターのアいやンって渋いないやー面,白いなー面白いけどほんとに青たね水着の、まあ、水着を着た仕事をしてないのもあるんですけどなんかもうちょっとさ例えば友達と水着着て遊んだとかあってもいいじゃん一枚もない何せ水着をほんとに着てないえー、そうそう水着はバズーかもんんーそっかー <laughs> えっと皆さん水着好きっすねどうなのまつるくんは水着好きじゃないんですか アオイタンの水着いやー水着着てもねーなんか誰も喜ばないですからじゃあ春子であっ春子の水着だったら全然春子は裸でもいいよ全然全然いいよどこ,ど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 こが見たい <laughs> <laughs> どこが見たい春子のあーちょっとそうだな尻尾が可愛いかもしれないやんやんうんた えー、友達いないもんななんでなんでそんななんか逆に悲しくなってくるじゃんやめたまえ <laughs> まあそうなのそうなんだよねうんそうなんですよあのそ,そういうことですよねだからなんか誰か一緒になんか葵たんと一緒に遊んでくれるお友達いたらなんか言ってなんかお友達探してる人いたらあのー なんか青いたんって子いるんだけどって紹介しといてえーと青いたんの水着姿みたいな水着持ってないんだよそも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 なんですけどえーとでで,でーんでえー青いたんでしょ正直水着は求めてませんうんなんか白さんまだ見えないもう見えない方がいいもんねえーととと,と,とえ喜んだらのせてくれるのいやそういう話じゃない えー、みんな待ってるよ水着直青いた待ってない全然待ってないあのー、水着直青た乗せるんだったらパンツ一丁のパパ炭を乗せるだ需要がないえー、胸は虚構でもケツあるからありよりうーんおいおいおいおかえりきょんなんだその赤いのいや水着でなくアイコンアイコンかアイコンが春子ね え喜びしかないっす。好きやんけ。<laughs> 水着。えー、今年一いに水着が解禁されるのか。いやーねー、なんか、結構多いた思なんか、あの、結構フォローしてる子にグラビア関係の子多いんですよ。てか、なんか仲良くなる子とか、ちょいちょいなんかそういうグラビア関係の人とかが多いんだけど、ねーすごいですよね。本当にほんとんほんと。遊びますん 水水着着 <laughs> 全部水着になっちゃう <laughs> い,やルボ水着いや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 ,いやえっ、ー、とそう見えない方が <laughs> この食い気味になる感じがいいよないいよなあいたも正直そんななんか推しの水着は求めてないなうんーとだからかくれんぼやろうぜ100数えて先になんでだよなんで帰んないで友達イエスいやーあのー、ね 食べに行こうとか誘ってくれたら行くからさまさかのパパタ！ん <laughs> パパタ<た>んの <laughs> 見せるけどパンイチパパタんを乗せるなら全裸監督2が始まってからだいなにそれ全裸監督2ってパパタんのブロマイドくださいいえー貴ちゃんないよパンイチのパパタんの敵がシークレットに <laughs> いやいやそこら辺歩いてるよいつもいつもパンツ一丁で歩いてる 言わたの新生姜落としておけば大分のツイッターってわかるよいやーね、なんかいつも思うんですよ、プロフィールとかにツイッターの新生姜とかキッチンダイブって入れたさはあるんだけど、ちょっとズうしいかなとか思って入れられない。いいじゃん、グラビアやっちゃうえ、パパタンが <laughs> えでもまぁ、あ、グラビア写真集出すなら100件まで集みます。<laughs> 大丈夫です <laughs>。そのお金は他のところへ <laughs>。 いや写真集ね、まあ、普通に写真集は出したいなと思ってるんですけどまあ水着はねおいおい水着なれよ友達では <laughs> やだわ、まあ、もうかくれんぼいいね穴掘るからちょっと待ってて <laughs> 絶対落としよな <laughs> いや絶対落としよなまあ別にいいけどさ可愛い,いあなたが見れればそれで <laughs> いやなんだっけなんかツイッターのアイコンの話かなんで水着の話になったんだ、まあ、とりあえずわかりました わかりました水着ありません求めてないこともないけど普段水着で配信してないから水着姿見てもナンバ追いツイッターってわからないですあーねそうだね正直そうだねうん、えー、そこらへん歩いてる取り放題というか残念な画像ってそれか <laughs> い,やいやいやいや青いたんじゃないしそれ撮影会、えー、次回は超田舎行ってマスクなしでと言ったよ <laughs> <laughs> あのー、撮影会は、まあのー、そうだな、まあ、次回はでも、緊急事態宣言も開けてれば、まあ、ないと思います、うん。ないと思います。え青い短写真集の袋閉じ開けるの楽しみです。袋閉じ付きなんか笑<笑>えー、水着の元凶です。やめて、もう、<laughs> もう,もう、まあ、とりあえず、なんか、うん、ちゃんと可愛いいのに買えますね、じゃあ。 えー、あー撮影変えますか全部いいいのせいですマジでいやいや全然 Y のせいじゃないです全然 Y のせいじゃないですでもなんか結構かっこいいなと思ったわかんないあの <laughs> か,かっこいいあのなんかマスクして袴着てる青いンおなんかおかっこいいじゃん青い炭って思ってでもなんかその表現が難しい全部同じ顔に見えちゃうからちょっと表現が難しいね えーと水着よりキャミショーパンでベッドでシーツかぶってるアングルが好きです、はい、あーあそれはえそれは全然できるよオイタンえキャミショーパンでベッドでシーツかぶるえ全然できるそれは問題ないえーとだから肩出しでよろしくお願いしますあー肩出しはちょっと寒いからまたね <laughs> そこら辺歩いてるパパタンを撮影するアオイタンって残念だ残念だがそれがいい <laughs> 何を熱弁してんのね <laughs> ね<え笑>ないとはんないないキャッチボール失敗だえー、みんなにポーズを聞いたのに服装しか答えないほんとだよおい葵ちゃんはツイッターのアイコンにするのにこれとこれどっちがいいって聞いたのにえー、え何れ何のびっくりあれ,なんのびっくりあれ 何のびっくりしてる何何何マジでえ何のびっくりえ何,何何何何何のびっくりしてんのえよし二人と押さえようああれかキャミショーパンの話かえ別にそれは。えそれは。どうえわかんない結構多いなそれは。わかんない。なんか。 全然陸上部として陸上部としてって言ったらあれだけど <laughs> あの結構なんか、あのー、何それ寒けりゃ着込むけど基本的に夏,夏そういう感じで家の中過ごしてるし。えなんか あのー、本当にいやなんかじゃあなんでそんな水着嫌なのって言われたらわからないけどやっぱなんか水着ってさそういうフォルムが下着と似てるからそれは見せるものじゃないじゃんなんかわかんない見せるけどねモデルさんとか見せるけど葵ちゃんはちょっと見せられるあれじゃないのでも陸上のユニフォームってめちゃくちゃなんかピチピチでほんとそれこそキャミソールじゃないけどさ タンクトップみたいなでめちゃくちゃショーパンで足も見えてるしなんか結構結構体型若いしすごいさらけ出してるの陸上部のユニホームってそれを着慣れてるから全然それでいろんな人に見られるとかなんかあ問題ない <laughs> とか<こは笑>でも確かに言われてみればそういう撮影はしたことがないうん。 ここだそんないやらしいあなたは見たくないキャビとショーパンー <laughs> 見たくないんかいじゃあ見せないよカメラマンの趣味でなのかあおいたん全然違うよねハクちゃんの撮ってるあおいたんとかいい意味でえそうなのえ違うんですよ多分だからあおいんが違うっていうか多分皆さんが。 皆さんの中の撮りたいオいタンが多分違うんですよそれぞれもちろんカメラの機能とかもあるけど多分撮りたい表情とかタイミングが違くてそうなのかなーって面白いなーっていつも思ってるあざとかわいいやつでいきましょうあざとかわいいーどんなの夜のお楽しみが増えますねお楽しみよしお前らその写真俺に送るんだぞなんでだよなんでだよキャミーショーツじゃあほ で撮影、何何ホール、えー、あー短パン姿、えー、そう陸上のユニフォームに比べればね余裕よねそうでそれで走ってるんですよだってだってねええー、と男が思うのと観点が違ってるわえー、そうなの章なの葵ちゃんがジェラピケ着た写真待ってますあジラピケか葵ちゃんいつもさジラピケのさ上のモコモコは着るんだけどさ下の短パンさなんか短くてさなんか冬はかないんだよね えーと陸上は記録上げるために密着度すごいもん、ね、いやそうだからまあ頑張ればね多分頑張れば下着の紐とかねなんかあのー、多分パンツとか見えるんですよ頑張れば<笑><笑>でもあのー、なんか別になんかほんとそれをずっとやっててからさそんなそんな気にしたことない。 えー、じゃあ陸上やりで。でも家にないよもう。昨日の可愛い子どこあれおかえりのりおさんこんばんはー。えー、ポーズ特に今回何も。<coughs> うん、何も。葵田も何も。<laughs> まあボディーライン見せるのは夏でいいです。なんか寒そう。まあそうね。そう葵田、うん、も夏以外はちょっと寒くて。冷え性だから。うーんと。どんどこだから、えー。ででででで,で。 えー、分かる撮影する人で表情違うのでうまく撮れないいや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 ただからそのなんかわかんない技術的な上手い下手は正直葵いゃんわかんないけどなんか葵いゃんからすればなんかみんななんかすごい葵いゃんのなんか良さを引き出してくれるなあと思うのねえー、とそうそう桜だから春らしいの撮りたい撮りたいいや桜で撮りたいんだよねそうなのよえっ、ー、と <coughs> こんばんはありがとうこんばんはクレアさんかわいいお名前初見です初めまして来てくれてありがとう葵たんことナンバーいですよろしくお願いしますありがとうよかったら仲良くしましょうクレアさんえーと頑張ればそう頑張れば今ので葵たんがジェラピケ着ていることが分かりましたありがとうございます何だ <laughs> ジェラピケは一応2個なんかもらったことがあって2着持ってます えーと中学とか大会初めてで慣れてない子だからスパッとはかず見えるよ。でこういう変態おじさんがねいるんすよいるんすよそういうのは求めてないんで大丈夫ですよ健全だわ紳士だわうん抵抗ないんですねそれはそれでなんでーええー、青い単に色気が出てくるのあと10年はかかりそうあんまりそわそわしないで、ね。 もう多分今のこれだけでなんかキモい <laughs> えっとお布団に潜って添い寝風でお願いああいいねいいねお布団いいよね嫌がるあなたの反応がいいんですわじゃあ嫌がってよずっといやいやー <laughs> みんなの写真いいなって思いながら見てる自分の撮ったもの以外はいやー多分お互いお互いがそう思ってるのよねえー、むしろ寝顔でいいですこかー。こかくか寝顔 えー、写真、皆さんの意気に多数なほどという、いやいや、いやいやいや。だまあ、あのー、本当ね、なんか皆さん、本当十人十色な写真が見れて、嬉しいです、青井ん。ただね、いろんな人にとってほしいんだよね、あいたん。えっ、ー、と、んの良さ。良さ、ビン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 。えー、と、よろしくお願いします。ありがとうありがとう、国屋さん。フォローしておきますね。 えーと葵ちゃんはこっちが工夫しなくてもちゃんと可愛く撮れるから楽どういうことどうういことですかえっ可愛く撮れてるーいつもいや葵ちゃん本当にねー写真写り良くなくてですね別に現物がいいわけじゃないですけど写真写り良くないので悩んでるんですよいつもキャバフ葵ちゃん見て妻がこっちの方がいいと言って言たえー、<laughs> えええええうそー ええー、嘘じゃあなんかなんかちょっと行きますお家に <laughs> なんで <laughs> あんまりそわそわしないでトイレは我慢して行っておいで行っておいで行っておいであいたんとってて一番思うのは自己がの数がほとんどないことええー、みんな褒め上手じゃんやめて半目とかほとんどないのすごいなとあーでも確かになんか目はいつもあいてるかも 判明でも面白いんだけどね。判明、判明取ろうよ、今度。<laughs> えっと、あ、髪型の話ね。髪型ーえぇ、ー、なんかね、置いた。巻いてもさ、取れちゃうからさ、あんま巻かないんですけど、今日は巻いてますけど、もうめんどくさいしね。<laughs> どっちもいいや。ありがとう。どっちも。ありがとう。なんか、みんなの好きな髪型募集するよ。えー、私もルーンフォロー、注意します。ありがとう。ありがとう。クレアちゃん。 いいたモデルに向いてるのかられ上いや全然下手くそで本当に本当に下手くそで下手くそって言われてたりしてなんかいっぱいまあ研究しましたまあメイクもそうだしなんかまあ表情とかポーズとかでも下手なんですよねでもでもまあ一時期はそういう雑誌とか見てポーズ真似したりとかなんかねあのモデルのねなんかそういうなんていうのなんかあるじゃんなんか。 あの東京ガールズコレクションみたいななんかそういうのを見て勉強したりした時もあったね昔、えー、次回は、えー「自己画で4枚揃えられるように頑張る」だし <laughs> 面白いなーちょっとそれやりたいなー、えー「黒髪ロングストレートシュパーン!」青いたんだまさに、えー、表情が豊かだからいろんなあなたが見れて嬉しいです 本当にみんな褒めて嬉しいなマフィン食べちゃおう <laughs> なんでなんでえーとうバブちゃんと話した時も同じような会話になった曲軸ええー、全然多分逆に葵たんじゃなくてみんな取るのが上手なのよ本当に本当にさあ葵たんと息が合うのありがとううん。 い,いんうんでも笑顔に関してはおいたん本当にちっちゃい頃から言われた「笑顔が素敵ね」とか「笑顔が可愛い,いね」って本当に結構目上の人とか顔あの年配の方にいつも言われて可愛がられてたうん <laughs> うんとマスクしてても表情が割とあったし表情 ねえ何も考えてないやめて褒めないで恥ずかしい恥ずかしいえっとうん表情が豊かな人はみんな幸せにできますねうん、うん、頑張るよー頑張るよ褒めたのでマフィンくんいいよ食べかけだけどどうかなえー、まあ次の撮影から抽選で落選する罠罠罠ではないうん <laughs> まあ次回ねまた あのなんか綺麗に撮れるところでやりたいですねええやばかわいいありがとうマサさんこんばんはーおかえりーいや被写体によっては掲載できる写真全然ない人とかいるからね誰とは言えないそれはそれは言っちゃダメなやつだ <laughs> ええー、そうなんかなわかんない青井さんはちょっとさすがになんか撮影会とか他の人のね参加したことないからなんかどういう感じかわかんないけどえっ、ー、と ごなおいしそうに食べるね、うん、食べるの大好きえ半、ー、目尊いビッシュの囲みチェキでみんなに判明してもらったね,ね <laughs> 何やらせとんのね撮影するタイミング見えないはずなのにちゃんと止まるからすごいなーとえあとえあそうあのねそうク様はいつ撮ってるか本当に分かんないのあの結構音がね撮ってる音が聞こえないのと本当にいつ撮ってるか分かんないのよ <laughs> いつも思ういつもいつ撮ってるか分かんないけどまあまあここら辺で撮ってるのかなと思って <laughs> なんかあの,ー、あのカメラハク様がカメラを下ろすまではずっと基本撮ってる蒼 <laughs>、えー、ちゃんの笑顔癒されるやーつマフィンでかいそうマフィン美味しいチョコマフィン一回ゴンゲン堂でいやゴンゲン堂でやりたいけどやったらみんな来てくれるのね さ権限度はね遠いんだよね素直に育ったんだね親御さんも周りの人もいい人なんだねうんうんそうなのかしら本当にそう笑顔はいつも褒められていたそうまあ刃もあるしねそう盗撮 <laughs> 怖い <laughs> 怖い怖い怖いやなんかこうじゃあここで撮ろうってなって撮るじゃないやってるんだけどいつ撮ってるか分かんないのよそうでももうだからおろすまでずっとやってるえっ、ー、と う,ん,うん、それで失敗がないのは本当にすごい、ね。全然。全然。やめてよ。褒めないでよ。えー、設定がカシャって音じゃないからかも。そう、なんか、多分ピコンって言ってるよね。ピコンみたいな。なんかね、多分音はしてるんだけど、あんま分かんない。<laughs> でもいいんです、別に。いいんです。わいワイは意図的にシャッター音出してる。消せるんだけど。ああでも、レクタンとか、 なんかあのちょっと大きいカメラ持ってる人はレンズがさ撮るときパジャってなるじゃんそれでわかるよねそうえっ、ー、と送迎バスでああ送迎バスねバスあるんだけどあの1時間に1本しか走ってないんですよさての権限度行くバスって確かえっ、ー、とピコって音鳴るそうなんかね周りがガイガイしてるとなんか聞こえなくてそう 撮影するスキルもすが30分、消景を保てる精神力も鍛えきたいと。いやいやいや、あの30 <laughs> どうするの、45分が基本なんですけど、撮 <laughs> ピコなんだ、そうピコそう。桜の季節だから、権限堂で。いやー、ゴンゲ堂でやりたいですけど、みんなどうかしらって感じです。なお、手ぶれ防止機能つけてるせいで、ちょっと遅めな。あ、そう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 なの。一回、いつだっけな、なんかそう、たぶん前の、前の撮影会ぐらいの時に、 ハク様が多分押したタイミングより後に取られた音がしたからあこれ動いちゃダメだと思って <laughs> 勉強した確か、えー、実はワが10枚10枚取ってたら怖いね嘘ちょっと取ってたら嬉しいよえー、拡大縮小で毎回手間取るかあーなるほどね稲をいいとりあえず取ってればそう数打ち当たるし。 歩いたわーゴンいやー、ね、あ碧ちゃんがね、そう去って市の桜神殿大使をやってたときはね、イベントとかでファンの方が見に来てくれたりとか、ねいろいろしてくれたんですけども、そうまあね、なんかまあコロナもあるし、なんかねちょっとあん,まりあんまりいっぱいお見せできなかった。やっぱあありがとう、リシャールさん。今夜もかわいい、かわいい、大好きな顔のいちゃん。うん、ぴー、ありがとう、うん、ぴー。おかえり。 いやだから送迎バスをレンタルしてレンタル高いねえそこ気がつくのはすごいわいや大事だからその大事いついつ撮られるかタイミング大事だから昼まで抜群の景色が楽しめる埼玉スポットってどこあるんですかえ権限堂 <laughs> えー、あっいたね行きたいところは一個あるんですよ 行きたいところ1個あって埼玉の西の方なんですけど行きたいところ1個あるうんでもあとはうんまあそう正直の人のいなさで選ぶんだったら埼玉が栃木なんですよ。<laughs> <laughs> 駅に着いた頃バスで来たあなたと合流したのは奇跡きだった懐かしい懐かしいいってかよく来たよなありがとうねワグちゃんただあれをつけてるせいで連車できませんあーなるほどねまあでも大事ですよ頑張りますあいたんが葵いたんがはいということでえー、なんだっけとりあえずまあそうだね桜が綺麗な季節にもなりますしあのー、桜と一緒に写真が撮れたらいいですね ってことで、そろそろ終わりましょ。えーと、西の方、秩父、秩父までは行かないけど、えー、難波ば一泊二日ツアーでお願いします。嘘、ちょっと一回家建ててくれるまつるくん。羊山公園とか、いや違うとこ、あのね、いや、なんかそう、ちょっと違うんだけど、ここいいなーっていうとこがあって、うーんーと、埼玉には権限堂しかないように洗脳されて。<laughs> <laughs> やだやだやだというかなんかなんかなんかそれはそれで遠征レベルだな埼玉西 <laughs> いやそうなんだねそういや正直ねあのー、ね本当にあのー、多分静かになんかゆっくりまあ割と割とゆっくりでそうあのー、穏やかにやるなら、えー、埼玉、うん、栃木 栃木はいいよ。いや栃木いいよ。でもみんな遠いだろうなぁと思って。まあ青いたんも遠いけど。<laughs> そうえっ、ー、と、青いたんの方が綺麗だよ。どうしたのおかえりこんばんは大星さん。ありがとう。はい、ということで、えー、皆さん、今日もありがとうございました。今日も青いたんが綺麗ということですね。ありがとうございます。<laughs> 言ってない別に <laughs>、えー、5位、ミントカフさん、ありがとう。4位、マツルくん、ありがとう。3位、ストコさん、ありがとう。2位、ハルミンミン、ありがとう。1位、カミナリモン、ありがとうございます。右上のハート、白い方は毎日配信してますので、ぜひピンク色にお願いします。あと、青板の Twitter やインスタグラムぜひご覧ください。えー、あと、YouTube ですね。まあ、そうだなー、なんか。 まあ早めに編集でき次第動画を投稿するのでねチャンネル登録と高評価コメントお願いします、えー、帰りに餃子食べたいかなうわ餃子食べたいねーえー、っとそうだ山梨に行こう <laughs> 山梨ね <laughs> 行きたい山梨あの信玄餅食べたいね、うん、はいえー、そんな感じかなはいということで明日 3月18日ですねもうすぐで兄やん誕生日だわアオちゃんうんねそしたら兄やん誕生日でまたケーキ食べるんでしょアオちゃんリブーはいということででは皆さん明日も素敵な一日にしましょう以上アオちゃんことナンバーアオイでしたみんないい夢見てねおやすみなさーい